なるこ団地なるこ団地は愛知県名古屋市緑区に立地する日本住宅公団の造成した公団住宅である。1964年に竣工した。当団地は一つの団地の中にスターハウス、ボックス型ポイントハウスという二つのポイントハウスが混在する珍しい住棟配置をしている。なお、スターハウスは団地東側にボックス型ポイントハウスは 団地西側に集中している。昭和30年代に造成された団地の中では、現在でも新規入居を募集している数少ない団地。70棟番台以前の古い建物では、以前から募集が中止されており、退居により居住者が例になった棟から入り口を封鎖し、数棟のブロック単位で退居完了した地域を塀で、囲い封鎖、順次取り壊して、 新しく建て直す再生事業の最中。建て直された一部の棟は、アーバン・ラフレナルコという名称になっている。一部取り壊したブロックでは、UR が再生を担当せず、土地を転売して販売マンションになっている地区もあるほか、地区内に存在する銀行や交番などの新築移転が行われている。地区内の商業施設の核として1962年7月に、名古屋ショッピ 後のパレマルシェナルコ店が開店した。閉店後は商業施設の核がない時期が続いたが、2014年6月、ナルコ町交差点南東角の重東跡地にマックスバリューナルコ店が開店した。団地内には店舗も存在する。バス停は団地中心部にナルコ町、東側にナルコ住宅があり、名古屋市 A バスが路線を運行している。 2021年5月までは、名鉄バスも、両邸留所を経由して、鳴海駅へアクセスする路線を運行していた。名鉄百貨店車周編3室、名鉄百貨店、開店30周年記念車誌、名鉄百貨店、1985年5月10日、マックスバリューなる子店オープンマイナスマックスバリュー、チ株式会社。ありがとうございます。